38対空戦車は、第二次世界大戦中のドイツ軍の対空戦車である。正式名称は、38次総砲車台、L 型仕様38対空戦車で、特殊車両番号は SD、SDKFZ-140 である。1943年10月、公開実験された2センチメートルフレークバーリング38を搭載した。 メーベルワーゲンの試作型はすぐに量産可能であったが、これはヒトラーにより 3.7cm フラック43への変更を命じられた。その間のつなぎとして、単装型の 2cm フラック38を搭載した本社が開発され、走行連隊の対空砲小隊で運用された。何らの準備作業をすることなく、全周対空射撃が可能で、 さらに戦闘室装甲板の上半分を倒すことで、対地水平射撃が可能となる。車体は38系戦車のコンポーネントを流用した自走砲専用のもので、マルダーファイム型やグリレ系型と共通となっており、実際に本車用に作られた車体の最後の10両分は、グリレ系型として完成している。 生産数は1943年11月から1944年2月までの140両で SS 第12装甲士団、ヒトラー・ユーゲントなど、西部戦線の部隊に配備され、激戦の中小もしていった。暫定的な車両ゆえに、火力は不足しており、予定通り、メーベルワーゲンやビルベルビント、オストビントに更新された。相性は特にないが、 アランホビードラゴンモデルズイタレリ当確者の1、35のプラモデルでは、ゲパルトと命名されている。ありがとうございます。